ブライアン・ラウドルップはデンマークの元サッカー選手。オーストリア共和国ウィーン生まれでデンマーク・コペンハーゲン育ち。現役時代のポジションは FW。同じくサッカー選手であった兄のミカエル・ラウドルップと共にラウドルップ兄弟として知られる。父のフィン・ラウドルップも元サッカー選手で代表キャプテンを務めた。 息子に、ニコライがいる。1986年に、地元のブレンビー・イーフでキャリアをスタートすると、1989年に、ドイツ・ブンデスリーガのバイエル・ユルティンゲンへ移籍。8月23日のハンブルガー SV 戦で、移籍後初ゴールを含むにゴールを決めた。翌1990年には200万ポンド当時の、ブンデスリーガ史上最高額の契約金で、 バイエルミューンヘンへ移籍し、1990年9月1日のカイザースラウンテルン戦で移籍後初ゴールと初アシストを記録した。11月24日のバッテンシャイト戦では2ゴール、3アシストを決め7から0での勝利に貢献。1年目はリーグ戦9ゴールを決めるなど活躍し、スポーツビルド氏の人気投票においてドイツ国内でプレーする選手の中で最多の票を集めた。 また同年のチャンピオンズカップでは準決勝まで進出したが、レッドスターにトータルスコアで1点及ばず、決勝進出はならなかった。1992年ユーロにおける、デンマーク代表での活躍もあって、夏にイタリアセリエへのフィオレンティーナへ移籍した、9月2日のコッパイタリア2回戦セカンドレグ、ペルージャ戦で移籍後初ゴールを決め、9月20日のアンコナ戦で、 セリエ A 初ゴールを含む2ゴール、12月6日のユベントス戦でもゴールを決めチームを勝利に導くなど、チームともども好調であったが、次第にチームともども勢いを失い、フィオレンティーナはセリエ B へ降格した。1993から94シーズン、AC ミランへ1年間のレンタルで移籍をした。9月20日の UEFA チャンピオンズリーグ。 FC コペンハーゲン戦にて移籍後初ゴール、10月31日のサンプドリア戦では、リーグ戦での移籍後初ゴールを挙げたが、カペロにより主にサイドの中盤で起用され、持ち味を出せず、また、デサイの加入、サビチビッチの好調もあり、外国人枠の問題で次第に出場機会を失った。セリエ優勝、チャンピオンズリーグの優勝を経験したが、 チャンピオンズリーグでは7試合でプレー、セリエ優勝を決めたウディネーゼとの試合やチャンピオンズリーグ決勝の FC バルセロナ戦ではバルセロナに所属するアニミカエルどもにベンチ外になった。契約は1996年までであったが同シーズン限りでイタリアを離れた。1994年にスコットランドのレンジャーズ FC へ移籍。移籍からしばらくして FC バルセロナよりオファーを受けたが残留を選択した。3度のリーグ優勝に貢献。1996年スコットランドカップ決勝では2得点。レンジャースファンからラウドルップファイナルと命名される活躍であった。1994から95、1996から97シーズンはスコットランドリーグの最優秀選手賞を受賞した。 1998年のフランスワールドカップ前に、チェルシーと契約を結んだ。しかし、選手のローテーション性を採用すると知り、契約解除を求めたが認められず、チェルシーに泊まり、プレーを続けた。プレミアリーグ第4節のアーセナル戦において、先発で、プレミアリーグデビューを果たし、6節のブラックバーン戦、7節のミドルスブラ戦ではアシストで、 チームの勝利に貢献、その後も3試合連続フル出場を果たしていた。UEFA カップウィーナーズカップでは、FC コペンハーゲンへの移籍がほぼ決まりかけている中、チェルシーの監督、ジャンルカビアリの判断で、その移籍先となる、FC コペンハーゲン戦に出場、チェルシーでの唯一となるチームをベスト8に進出させる、ゴールを決め、その試合を最後に、 チェルシーからコペンハーゲンへ移籍した。2000年にアヤックスへ移籍。バイエルン時代チームメイトであったボータース監督の下アヤックスでは開幕から3試合連続ゴールを決めるなどリーグ戦13ゴールを挙げる活躍を見せたが怪我のため31歳にして現役を引退した。2000年4月23日のフェイエノールト戦で決めたゴールが現役ラストゴール。 最後の出場は2000年5月14日、リーグ最終節のユトレヒト戦となった。デンマーク代表としては1987年11月17日の西ドイツ戦で代表デビューを果たした。1988年に西ドイツで行われた UEFA 欧州選手権1988の代表メンバーからは落選したが、大会後は19歳ながら、 主力選手の一人として代表メンバーに定着していった。1990FIFA ワールドカップイタリア大会予選では10月11日最終節を前に出場権を争っていたルーマニアにホームで1ゴールを決めるなど3から0と勝利し勝ち点を8に伸ばし勝ち点7のルーマニアを抜いて首位に立ち2大会連続出場に大手をかけたが11月15日の アウェーで1から3と敗れ、土壇場で本大会出場を逃した。その後、兄のミカエルは代表召集に難色を示すようになり、兄弟が揃い踏みする機会は少なくなった。ユーゴスラビアの代替で急遽出場した1992年の UEFA ユーロ92では、堅守速攻が特徴のチームの中で得点こそはならなかったものの、 準決勝のオランダ戦でにアシストをするなど、攻撃陣をリードし、キーパーのピーター・シー・マイケルラと共に、優勝の原動力となった。また同年の FIFA 最優秀選手賞では、第5位に選ばれた。ヨーロッパ王者として挑んだ 1994FIFA ワールドカップ欧州予選では、最終節まで2位につけ、引き分けでも、本大会出場が可能であったが、2位を争う。 スペインとの直接対決で、スペインに0の1と負け、予選敗退となったが、1995年のキングハハードカップ1995では、決勝でアルゼンチンを破って優勝した。1996年の UEFAU696 では兄弟揃って、出場を果たし、グループリーグ初戦ポルトガル戦で1ゴール、第3戦トルコ戦で2ゴールを決めたが、グループリーグ敗退に終わり、 大会2連覇は逃した。1998年の 1998FIFA ワールドカップではグループリーグ、初戦サウジアラビア戦、南アフリカ戦でそれぞれアシストを決め、決勝トーナメント進出に貢献、決勝トーナメント1回戦、ナイジェリア戦では決勝点を決め、準々決勝のブラジル戦では夜ン戦の先制ゴールをアシストをしただけでなく、五十分に 二から二の同点に追いつくゴールを決めたが、二から三で敗れベスト8という結果に終わった。大会後、FIFA が選ぶ大会オールスターチームの16人に、兄弟揃って選ばれた。そして、大会終了後に29歳で、デンマーク代表から引退を表明した。代表通算成績は82試合出場21得点。引退後は、デンマークの放送局 TB3 で、 UEFA チャンピオンズリーグなどのコメンテーターを務めている。また元デンマーク代表のラース・ヘグと共に、ラウドルップヘグプロギャンプを設立し、ユース年代の指導を行っている。2010年9月7日、自身がコメンテーターを務める番組内でアクセリンパッシュを患っていることを公表したが、後に全開したことが発表された。ありがとうございます。